はい皆さんこんにちはレックセンに行し森田隆二ですそれではただいまより不動産鑑定試験2020、えー、分野別過去問解析プラスアルファトレン経済学第6回目講義を開始いたしますよろしくお願いいたします はいえー、本日です、ね、第6回目ということになりますが前回からマクロ経済学に入りましたけども、えー、本日はです、ね過去問えー、2019年の過去問を利用しましてです、ねえー、やらせていただくということで、えー、まずです、ね、ちょっとパワーポイントなんですけども、えー、本日のポイントといたしまして ISLM 分析ということであります。 あの前回もちらっと申し上げましたけども2019年の村瀬先生の出題は i s l m 分析からだったということでありまして、まあ、非常にちょっとまあ表紙抜けした受講生の方が多かったかなというふうに思いますね。あの1年目に村瀬先生はですね i s l m b p 分析を使ったですね、まあ、開放経済における短期のです、ね、分析をですね求めてきたということでありました。そして2年目にです、ね今度は 閉鎖経済のの中期の分析ですね ADS 分析を使った中期の分析とでそして3年目昨年2018年なんですけども長期の分析ということで経済成長理論ですねしかもその経済成長理論の中でも非常にこうレベルの高い内政的成長理論という、まあ、成長理論の出題だったということであのここまで鑑定試験できたなっていうのが昨年2018年だったんですね。 今まで経済成長理論というのは確かに問われてきたことはあったんですよ。えー、まあ、例えば10年ぐらい前になりますかね、えー、ソロの経済成長理論というのが問われましてですね。でその後に、えー、と大野先生ですかね、えー、とまあ関試験の村瀬先生の前任者がやっぱりあの。 経済成長理論を出してきたとということで今までもこうあったわけなんですけど、えー、全てソロ,ソロのねソロ・スワンモデルっていうね新古典派の成長理論っていう枠組みから取材されたということでまあ新古典派の枠組みであればレベルは高いんですけど大学3年生ぐらいでは勉強するかなというお話なんですね。ですかから、まあ、んソロのモデルは、まあ、なんとか 対応あのうまくやれば対応できるということになるわけなんですけどもそのはるか上をね2018年は出してきましてですねうん内政的成長理論っていうねポール・ローマという方が2018年にノーベル賞を取ったんですけどもその方の理論ということで、まあ、非常に難しいところが出たなということでだからもう2018年はほとんど没問ですよ。えー、ほとととんど何もでできてていいいな方が合格してるううことでだから本当に村瀬先生のの問題っていうのは あの非常にあのいい問題なんですよもちろんん、ねえー、いい問題なんですけどもちょっと鑑定試験の受験生の方のレベルに対してはどうかなとレベルちょっと高すぎんじゃないのかなとしかも今の国交省の方向性としては短期合格をを可能にさせるるっっててことを言ってるわけですよねで村瀬先生のあの問題だったら短期合格絶対無理ですよはっきり言って、ね。10年間ぐらい経済学やればですねもちろんその、えー、6割7割8割っていうふうに取れるかもしれませんけどそんなに経済学に時間かけることできませんからそれで言うともう 本当に350時間500時間ぐらい経済学の勉強をした方だったら村瀬先生の問題にはもう手も足も出ないというねレベルだったそれが2018だったんですけどもそれが2019年にはガラッと変わりましてですね非常に標準的な、えー、鑑定試験の受験生でも歯が立つような非常に標準的な問題が出題されたということで私はねそれこれぐらいでいいのかなっていうふうに思いますよ。 あの経済学者を養成する試験じゃありませんからね大学院入試じゃありませんから別にそんなにねその最新の内政的成長理論だとかそんなところを分かってなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、ね、あのもちろん経済成長の考え方っていうのはある程度は必要で、まあ、ソロスワンモデルレベルだったらまあ全然いいかなって思うんですけどそこをまたさらに一歩上に行く理論ですからねまあ鑑定試験の受験生にとっては非常に厳しいかなと。これが例えば公務員試試験験とかだったらマーークシートの試験です それは全然ありですけども論文式試験は各,各練習も必要ですからねそういうのを踏まえて、えー、内政的成長理論とかそういうねもっとレベルの高いところっていう風になっちゃうとも対応するのが非常に困難ということで本当に大変なわけなんですけども、まあ、あ ISLN 分析というね非常に標準的な問題が出たんでこの傾向が私は続けばいいなという風に思ってますすねやっぱりりあままにもレベルがが高い問題が出題出されますとですね。 どっちにしても受験生の方できないということで差がつかなないとうことになっちゃうんですね経済学を350時間真面目に勉強した方と、ね、経済学なんて分かんないとマクロなんてどうせ難しいからやんないという方が同じ点数になっちゃうんですよ。 それはいかがなものかなということでだから私は今年のね2019年の ISLM 分析の問題っていうのはいろんな方がいろんなこと言ってるかもしれませんけども私はいい問題かなと標準的かなというふうに思いましてこれぐらいでむしろいいんじゃないのかなというふうに思うんですよね実務化を要請する試験ですからね。ではちょっと戻りますけども。 ISL 連分析で、えー、財市場貨幣市場の分析を、まあ、本日説明できたらなというふうに思っておりまして、えーまあ、2019年で問われたのは流動性の罠だったんですけども流動性の罠に関してはうちは狙ってたあの論点、えー、テーマでありましてね、まあ、これが出たということで非常に良かったかなというふうに思いますけども本日はそれに加えてですね投資の利子弾力性がゼロというお話も、えー、させていただこうかなというふうに思ってますね。 あの投資の利子弾力性がゼロそして流動性のマナーっていうのはですね金融政策が無効になるお話でありまして金融政策無効っていうのはねとても無効の,の状況っていうのはとても経済学的には大切で今金融政策っていうのは非常に重要な、まあ、マクロ経済政策の一つとして扱っているわけなんですけどそれが理論的に見て効かない状況もあるということでそれはやっぱりねあの掴んでおくべき、まあ、あのお話ということでありましてまあ そこの部分の一つである流動性の罠貨幣中の利子弾力性が無限大のケースがですね、今回2019で問われたわけなんですけど、まあ、そこは改めてですね、今回皆さんにも書いていただくということでありましてそんなところねちょっと解説できたらと思っております。 では、えっと、問題1のですね、えー、解説ですね、これちょっと見ていただければと思いますけど、まず、括弧こ1番ですね、IS 曲線ですね、これの導出ということでありまして、解答例、後ほど見ていただければと思いますけど、解答例は、数式を使って IS 曲線が右下がりであることを説明しております。で、それはどうして数式を使って説明したのかとと、数式が与えられておりますからね、えー、ISLM モデルということで、数式が与えられております ですから、その数式を使ってっていうことで、I. S. 曲線が右下がりですよっていうのを導出しました。だけど、まあ、レックの受講生の方は、まあ、基礎の講義なんかでもやってますんで。えー、まあ、どういうのをやってるのかうと、あの、四証言のグラフですね。第一証言、第二証言、第三証言、第四証言と、こう、反時計回りにね。え、こう、あの、三つの、お、証言があるわけなんですけども。いうか、四つの証言があるわけなんですけども。え三、ー、つのね。 えー、そのグラフを使って右下がりの IS 曲線を導くというお話でね、えー、IS 曲線の導出は慣れ親しんできてるかなということで別にそちらで導いていただいても何らかあの構いませんね IS 曲線が右下がりになるということを、まあ、示せばいいわけで、えー、締めし方は別にいくらでもあると、ねえー、何度か申し上げたかもしれませんけど山の頂上に登る登り方っていうのはいっぱいあるわけですよ。ですから別にどの登り方で登ってもですね別に構わないということでありまして経済学 っってのはそういうそたもんですよだから極端なんですねレックでは4小限のグラフを使ってですね IS 曲線右下がりというのを示しております、えー、別にじゃあそれじゃないといけないんですかって別にっていうと全然そうじゃなくてですねいろんな導き方ありますからいろんな導き方ありますから別にどの導き方でも構いませんからねですから私が基本的にはですね不動産鑑定験の経済学まあうんそうですね全部採点してますね私が採点しておりますけどまあ別にそのレックのね 回答例通りの,、えーそのえー、IS 曲線の導出じゃなくてもですね私は丸にしますんで合ってれば。 経済学的に合っていれば丸ですし、経済学的に間違っていれば罰であると。ただそれだけのことですね。だから別に山の登り方なんて別にどれでもいいですからね。あの登れさえすればいいですから。ですから、その示し方っていうのはいくらでもあるということで、まあ、回答例というのはその一例ということでね。別にあの回答例が全てだというふうに思わなくても結構です、ね、で、まん、あ、まあ、回答例の。 やり,方でやりやすいって言うんだったらもちろんそれでいいんですけども例えば何か他のね教科書を見ててですねこっちの方が分かりやすいって言うんだったらそれで書いていただいても経済学的に間違えてなければ私はまれにしますんでね。ですからまあ,あの括弧1番に関しては IS 曲線が右下がりになるということの導出ですねいろんな示し方があってもいいのかなということで、まあ、回答例では数式使っておりますけど数式が与えられておりますからね別にグラフを使っても構いませんと。 で括弧の2番ですね、えー、中央銀行が公開市場操作により通貨供給を増加させる金融政策を行ったということで公開市場操作って皆さん、よろしいですかね,、えー、っとですね。公開市場操作に関しては えっと、十一ページですかね。あの金融政策の手段ということで、十一ページに金融政策の手段って三つありますよねということで、ちょっと改めてお話しさせていただいております。えー、金融政策の手段っていうのは、三つ思い出していますかね。えー、まず、一つ目、公開工程部合操作ですね。まあ、今、工程部合って使っておりませんけれども、まあ、工程部合操作っていうのがあって。 公定不合というのは日本銀行、まあ、中央銀行がですね市中銀行に貸し出す際の金利ですねそれを公定不合というふうに言うんですけど今あの市中銀行っていうのはマーケット短期の金融市場からですね金融自由化っていうのがなされましたんで短期の金融市場からお金を調達しますから日本銀行から借りるっていうことはしませんので公定不合政策っていうのがねほぼ、まあ、うん使われてないような状況なんですよね。し、えー、しかしなががら経済学のの教科書にには肯定部合政策操作っていうまだに載っておりますから だからえー、まあ一応覚えておくとそんなスタンスで、えー、まあ一応覚えておくぐらいでいいと思いますよまあ今現に使っておりませんからねだからそれが問われるっていうのはあんまりないと思うんですけども、まあ、一応乗っけているということですねで2つ目に来てるのが公開公,定、えー、公開市場操作ですよオープンマーケットオペレーションとも言いますけどもオープンマーケットオペレーションというのは何かいうと買いオペレーションと売りオペレーションこの2つから成り立っているとじゃ買いオペレーションって何かっていうと皆さんこれポイントですよポイントちょっと申し上げますけど公開市場操作のポイントっていうのは主語なん ですそこがもうそれだけですもうポイントは、ね、公開市場操作のポイントは主語、ね、そこだけにそこだけですよ。で主語はじゃあ誰かっでうと公開市場操作っていうのは「海オペレーション」略して「海オペ」と「売りオペ」っていうのがあるんですけども海オペっていうのは主語に注目していただいて日本銀行中央銀行が買うんだと何を買うのか。 手形債権を買うと最近だったらリートとかね ETF だとかそういうのにも手をつけるようになってますけど通常はまあ、えー、債権ですね主に国債ですよ、えー、手形債権主に国債を買うっていうことなんですけども最近はいろいろね まあ株を買うっていうのはさすがになしです。えー、一企業の株というのはね、例えば日本銀行がトヨタの株を買うっていうのはそれは大問題になっちゃいますよ。日本銀行がトヨタの株を買ったのがじゃあトヨタの株いいじゃねえかってことでトヨタの株のバブルが起きちゃう可能性があるんで、やっぱりあのさすがにそのね、うん日本銀行が一企業の株を買うっていうのはさすがに NG なんですけども、ただリートだとか ETF だとかそれだったらまあ影響がそこまでいかないだろうということで、さ最近はそちらの方はね。えー 手をつけるようにはしているということなんですけれどもまあ、いずれにしてもまあ、メインは手形債券、まあ、主に国債ですね国債を買うとだからカイオペっていうのは主語日本銀行中央銀行が買うんですよ買うということはね、えー、売ってもらった銀行支柱銀行にお金を払ってるということですねだからカイオペっていうのは、ね、カイオペっていうのは 中央銀行が手形債券を買うということはお金を払ってるということで日本銀行からお金が放出されてるということですねですからあーこれは金融緩和政策ということですね世の中のお金が増えていくということですから金融緩和政策と逆に売りオペっていうのは何かと中央銀行が売るんですよ手形債券を。 日本銀行が売るんですよ手形債券を売るということは何か？支店銀行から買い手である支店銀行から金をいただくってことですね。だから支店銀行が金を日本銀行に払ってる。つまり世の中のお金がしゅ中,中央銀行である日本銀行に吸い込まれるってことですから、金融引き締め政策っていうふうになるわけですね。売りオペレーションは金融引き締め政策になるということで、売りオペ買いオペというのは基本ですけども、主語が中央銀行だというのを分かっていれば一発で処理できるかなというところですね。であと 最初が法定準備率操作ということでで法定準備率ですねこれを引き下げればです、ねえー、貸し出しが増えるでしょうと法定準備率を引き上げればです、ね、日本銀行にですね準備するお金、えー、日銀投載金を増やさなければいけませんから世の中に行き渡るお金が減るでしょうということで法定準備率を上げたり下げたりっていうのも金融政策の手段の一つということで、まあ、法定不合操作公開市場操作法定準備率操作この3つが金融政策の手段でこの3つを使ってですね、えー ハイパードマネーを増やしたり減らしたり、ね、で、その貨幣乗数倍マネーサプライが変動するっていうことで、ハイパードマネーをですね。変動させる手段このそのこれがま今申し上げた3つであるっていうことですね。後ほど11ページ12ページ読んでおいていただければと思いますね。 で、まあ、金融緩和政策をしますとですね通常金融緩和政策というのは世の中のお金が増えるということですからお金が貨幣市場で余るということで、えー、お金が余るということは利子率下がり始めますよねねおおお金金がが金がががる余とということはですね、えー、お金をね。 うん、借りたい人からすればね、えー、あんたお金余ってんじゃないかもう少し金利を安くしてくださいよっていうふうに迫るでしょうしお金を貸し出す側もお金が余ってんだからもう少し金利を安くしてあげてもいいかなっていうふうに思いますから、ね、金融緩和政策によってお金が余ったらですね金利が下がり始める利子率が下がり始めるということで利子率がどん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 金融緩和政策をしますと下がりますからそれは利子率が下がる方向性にですね貨幣市場の均衡 表している l m 曲線がシフトするということで、LM 下にシフト、右にシフトということですね。あんまり経済学では下にシフトっていうふうにマクロでは特に言いませんので、LM 曲線右シフトっていうね、金融政策をするとね、右シフトっていうふうになりますね。これが括弧2番ですね。だら金融政策によ、金融緩和政策によって LM 曲線が右にシフトし、利子率が下がり、そして国民所得が増えるとね、そんなお話をですね、言ってあげればよかったのかなというふうに思います、ね。 ですから「2番」なんかはあの本当にあの上級者ですねあの一生懸命勉強された方からすると「かっこ1」「2」っていうのは本当に拍子抜けですよね。まあ、昨年のですね、えー、内政的成長理論がもう本当にもう、えー、極めてレベルの高い問題であったというのを考えますとですね本当に同じですね あのの問題なのかなかっていう感じですよね大学院レベルのね大学院受験のレベルの問題とですね学部のねなんかこう大学2年生のね学部試験の問題のそのぐらいのレベルの差ですよ。大学院を目指している方向けのですね問題とそれから学部の定期試験ぐらいの差ぐらいのね えー、がああったのかなとということでありまして本当に拍子抜けしたかなというふうに思いますけどもただね皆さんね気をつけていただきたいのはこういうね2018年の内政的成長理論みたいな問題が出た時は逆にリラックスしていいんですよ。だってどうせみんなできないんだから。 どうせみんんななできないんだからら足を元救われる心配ははないいんですよやたら難しい問題はねだけども2019年のこの ISLN 分析なんかは多くの方は書けますよだからこういう問題こそ、ね、きちんと、ね、失敗なく、ね、ミスを少なくやらなきゃいけないということで逆にですね気をつけないとなというふうに思っていただきたいかなと思いますね。ですか じゃあ次ですね、括弧の3番ですね、均衡財政ということで、均衡財政、まあ、均衡予算ですね、均衡財政でも均衡予算でもいいですけども、要は政府支出と税収っていうのがピタッと一致するような財政、これ、均衡財政って言いますね。だから今、日本はだいたい予算が100兆円ということで、毎年政府は100兆円ぐ使うということなんですけど、その100兆円を全部税金で賄っていると、これが均衡財政、均衡予算ですね。 100兆円使ってます政府はでその100兆円を全てです、ね、税金で賄っているこれが均衡財政と言われるものなんですけども均衡財政の下で政府が財政政策を行ったと財財政政政政ので府が策を行いましたと。 ね、その時ですね効果はどうでしょうということで,でここでね皆さん気をつけていただきたいんです括弧の3番の、えー、後半ですね2行目後半この財政政策によって民間可処分所得の均衡地国民総生産の均衡地から税収を引いたものにどのような変化が生じるかということで、ね、括弧2番は、えー、ごめんなさい番そうですね番は国民総生産の均衡地聞いてたんですよ。 で、カッ,コの3カッコの4番も国民総生産のの均衡値の影響を聞いてるわけなんですよ。しかしながらカッコの3番は国民総生産の均衡地から税収を引いたものである民間可処分所得の均衡地について出題してると、ね、そこがどうなるのかっていうことを聞いてるのね。だからカッコの2と括弧の4とタイプが違うと。 国民総生さん聞いてませんからね過剰文書等を聞いているということでそこのところ気をつけていただければなと思いますねただねそこのところはね多くの受験生の方はもう見落としてんじゃないかなというふうに思いますね 民間過処分所得っていうふうにここだけ来てますからねですから国民総生産がこれ結論としてはね、国民総生産が増えるんですよで民間の過処分所得が実は減っちゃうんですよねで民間の過処分所得が減るというふうに言えずに国民総生産が増えましたっていうところで終わっちゃったとしても私は合格点いってると思います えー、正確には民間の可処分所得が減るっていうのが結論になるわけなんですけどそこを示さなくてもそこの一歩手前である、えー、国民総選算そこが増えるっていうことの指摘でとどまったとしても私は合格点いってると思いますんで、えーまあ、そのように捉えていただければと思いますね。じゃあ過去の,の3番ですねあの筋道お話しさせていただきますね、えー、とこちらですね。 私の手書きのほうの18ページになりますけどねちょっと見ていただければと思いますけど「あの均衡予算」という言葉でレ,レックではお話しさせていただいておりますけども要は先ほど申し上げましたように、えー、財政支出財政の支出額とですねそれから税収が一致するこれが均衡予算なしは均衡財政ですね。で均衡予算均衡財政のもとでは政府支出を増加させたという政府支出の増加分と、えー、それから租税の増加分というのが一致すると。均衡 金庫予算のもとで政府支出を増やしたんだったら同額税収も、ね、上がってると増税してるということでこれが必ず成り立ってるわけですね均衡予算均衡財政のもとではこちらが必ず成り立ってると。であのよくですね均衡予算定数が1っていうふうに言いますけど今ちょっとね簡単に復習させていただきますけど均衡、えー、予算が1という場合、えー、必ずこの2つの仮定があるんですよ。 均衡予算上数は1ですよっていうふうに有名なお話がありますよね均衡予算上数が1だっていう有名なお話がありますけどもこの有名なお話の過程ですねこうしといてくださいねえまず定額税ですね T イコール T ゼロというね、定額税の場合を考えております比例税っていうのがちなみにありますよね比例税っていうのは税収はね国民所得に税率を掛け算したものであるとこれが比例税です比例税ではなくて定額税の場合定額税の場合に均衡予算上数が1になりますいいですかね。均衡予算の上数が1になるというのはまず一つ目仮定。定額税の場合なんですで一方で二つ目ね 開放経経済済じゃなくて閉鎖経済です、ね、ですからこの定額税であり閉鎖経済というね定額税であり閉鎖経済という過程これが成り立ってないとですね均衡予算上数は1にならならいいととうことですねただしただしですね均衡予算は、えー、この2つが成り立ってなかったとしても通常正になります、ね、通常正になるということでまあ従ってですね均衡予算上数が1っていうふうに多くの方は覚えてると思いますけど、あのー、定額税じゃなくて定率税でやったら1を下回るんです。 ね、開放経済でやったらやっぱり一を下回るんです金庫予算上数がねだから一を下回るんですけどしかしながら正の値になるっていうことでいずれにしても効果はちょびっと出ると、ね、効果はちょびっと出るとですから金庫予算を例えば定額税じゃない、ね、比例税で考えると、ね、あるいは開放経済で考える、ね、そういった場合、えー、金庫予算で政府支出を増やしたらですねどうなのかといったら効果は一応あるということですねいいですかそこのところですね、あのー、押さえておいていただければと思いますね 多くの方というかね結構そのレベルの高いところまで勉強された方でもあの均衡予算を維持しながら均衡財政を維持しながら政府支出を増やすということは効果がゼロになるんじゃないかなって。 っていう風に思う方も結構いるんですよ。レベルの高い方もですね。だからそこのところでちょっと足元を救われなければいいなという風うに思いますね。だから私の方の講義では結構直前期にですね、銀行予算の話はやってたんですよ。毎年出てますか。去年だけ出てなかったか。 去年だけ均衡予算の話は経済成長の話だから確か出てなかったと思うんですけどあの村瀬先生1年目も2年目も均衡予算の話を出してますんでだから私は均衡予算の,あのお話が好きなんだろうなっていうふうに思ってましたからあの答案練習会でもあの直前期ねしょっちゅう均衡予算の話は入れてたんですけどもだからまあ多くの,あの受験生の方がですね対応できたかと思うんですけども均衡、えー、予算は均衡予算上数は正ですよというところね。 いま一度ですね確認しておいていただければと思いますね。均衡予算が正ということはね、そのん政府支出を増やしましたね、そのあの財源を税金で賄いました、その時 IS 曲線は右にシフトするのかシフトするということですね。いいですか。均衡予算が正であるということは財政政策をその状況でした場合、一応 IS 曲線が右にシフトします。大きくはシフトしません。 均衡予算上数は1だから大きくはシフトしませんけど1を IS 曲線は右にシフトするということですねだからなんか直感的にはね、1兆円政府支出を増やしましたね、1兆円増税しましたね、差し引きってしてゼロで IS 曲線右にシフトしないんじゃないかと IS 曲線シフトしないんじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんけどシフトするんですねですかね そこのところですね押さえておいていただければと思いますでなんでシフトするのかというと政府支出上数の方が租税上数よりも大きいからなんですよつまり同じ1兆円の同じ1兆円のねお金を使った場合、えー、政府支出上数の方が効果がでかいんで、まあ、したがってですねあの増税はして悪影響は出てるんだけど政府支出を増やした時の効果,効果がでかいから一応 効果が正の値を出すすんですよっていうまあそういったことになるわけなんですけど、まあ、そこをちょっとイメージね持っといていただければと思います。えー、ではこの2つね、えー、しっかりと押さえといていただいてでこれちょっと復習ですけども。 政府支出を増やしたら政府支出を増やしたら 1−C 分の1倍だけですね国民所得が増えると政府支出を増やしたら 1−C 分の1倍だけ国民所得が増えるということでこの 1−C 分の1これを政府支出上数というふうに言いますよね。一方で租税ですね税金を1単位増やしたら税金を1単位増やしたら 1−C 分のス c 倍だけ国民所得が減っちゃうと。 税金を一単位増やしたら税金を1兆円増やしたら1枚な C 分のマイナス C 倍だけ国民所得が減ると逆に税金を減らしたら税金を減らしたら1枚な C 分の C 倍国民所得が増えるということです,、ね、ですかこれがあの租税上数ということで、えー、改めて確認しておいていただければと思いますねじゃあ均衡予算の話ですねこれちょっとあの次のページですね えー、私の手書きの19ページかと思いますけど、えー、ちょっと書いていきますねえー、っとですねまず「国民所得が政府支出を増やしますとですね増えますよね政府支出を増やしますと1枚の四 C 分の1倍だけ政府支出を増やしますと政府支出上数倍だけ国民所得が増えると」 政府支出を増やしますと政府支出上数倍1枚の C 分の1倍だけ国民所得が増えると一方で、ね、政府支出を増増やしまししまたけど今回増税もしてるんですね例えば1兆円の政府支出を増やしたんだったらその1兆円のお金っていうのはどっから調達しますか増税で調達しますと1兆円だから増税してるってことです金庫予算の場合1兆円増税すると 1マイナス C 分のマイナス C 倍だけ国民所得が減るわけですからこういうふうになりますね一兆円増税すると一枚イナス C 分のマイナス C 倍国民所得が減るからね国民所得はこれだけですね減っちゃうわけですねですか政府支出を増やしましたからこれだけですね国民所得が増える一方でね え増税しましたからこれだけですね国民所得は減っちゃうというお話になりますね。今回、均衡予算ですから、均衡予算ですから、デルタ G= イコールデルタ T ですよね、要は均衡予算ですよね。均衡予算と。 均衡予算ですから、これ、デルタ G と金額的には一致すると、金額的にはデルタ G と同じなんですね。ですから1、1 4 1分の1、デルタ G プラス1イナスデルタ G という話で、デルタ T をデルタ G に書き換えてこういうふうになりますよね。そうするとね、デルタ G でくくることができますよね。 デルタ G とデルタ G が出てきますからデルタ G でくくることができるとつまり 1−C 分の1プラス 1−C 分のスデルタ G と、ね、デルタ G でくくることができますよねですか、えー、デルタ G とデルタ G ですからこうデルタ G でくくることができるとそうするとこれ分母が共通じゃないですか分母が共通なんで 1−C こういう,うになりますね。で分母がね1枚なし C で共通ですからあの分母が1マイナス C で,で分子同士の足し算ということで1マイナス C になりますよね。そうするとこれ約分できるじゃないですか。分子も分母も1マイナス C ですから約分できて従って 1×ΔG というふうになりますね。でこれが 均衡予算定数です。これが均衡予算定数ということでだから均衡予算定数っていうのは1なんですね。均衡予算定数っていうのは1だとそういうふうになりますね。 ですから政府支出を1兆円増やしたらその1倍だけ国民所得が増えるということで IS 曲線は右にシフトすると、ね、IS 曲線は右にシフトするということになりますねですから IS 曲線が政府支出を、えーえー、金庫予算を保ったのまま政府支出を増やすということであれば <laughs> IS 曲線右にシフトということになりますでは、えー、これをですね踏まえましてちょっと次のページに。 ししましょうかねどうしようかな同じページでもいいかな、えー、とちょっと次のページで大きく書きましょうか、えー、とページが次のページになると19 20ページですかね、えー、じゃあグラフをですねちょっと書いていきますね えと縦軸が今回、えー、I ですね利子率 I ということでありまして、ね、縦軸が、えー、利子率 I で横軸が国民所得倍ですよねで IS 曲線が行き下がりで LM 曲線が 右上がりであるということでありまして、こういうふうになりますね。当初ですね、国民所得は Y ゼロだったんですね。当初国民所得は Y ゼロで、そしてえ利子率がですね。 I I だったんですね利子率が I0 だったという話ですね。でこの状況の時で、えー、IS 曲線がですねどう動くのかというと IS 曲線がですね政府実を増やしますから IS 曲線が 右にシフトすするわけですね政府疾走を増やしますから IS 曲線が右にシフトするということになります IS 曲線が右にシフトするとでそうしますともし利子率が一定だったらもし利子率が一定だったら 国民所得は Y' まで増えますよともし利子率が一定であれば国民所得が Y' まで増えるとでここ,ここの幅ですねここの幅。 Y が増えたということなんですけど今回均衡予算上数が1ですから、ね、今回均衡予算上数が1ですから 1×Δg ということで従、まあ、って Δg というお話ですね、えー、今回政府支出がですね政府支出がクラウディングアウトを捉える前は、えー、y0 から y' まで増えるということで国民所得の増加分変化分は、えー、政府支出に 金庫予算上数1を掛け算した値になるとつまり、えー、この国民総生産の増加額っていうのはあその政府支出の増加額に等しくなっているというお話ですねで。もっと言えばあ金庫予算ですから金庫予算ですからこれはデルタ T にも等しいといとう話ですねですから今回政府支出が利子率がもし i0 で一定ならばこれからクラウディングアウトが発生するんですよ。これからクラウディングアウトが利子率上昇するんで発生するんですけどももしクラウディングアウトが発生しないとするならば45度線分析の枠組みで考えるならば利子率が一定であるというふうに考えるならばあー Y が増えますよと。でそれっていうのは 金庫予算上数が1ですから政府支出の増加分と一致しますとで今回、ね、今回金庫予算ですからデルタ値っていうのはデルタ t なんで、ねえー、この政府あのあの国民総生産の増加分っていうのは、ねえー、増税した金額と、ね、金額が一致するっていうことになりますね。いいですかね。でその次ですね。 その次なんですけどもあの国民所得が増えますとですね国民所得が増えますと何が起こるのかなうと利子率が上昇し始めるんです国民所得が増加すると利子率が上昇し始める利子率が上昇し始めると結局、えー、国民所得が最終的には Y1 と あの愛知というね国民所得が倍一で利子率が愛知ということになりますね。で、なぜ国民所得がこれ増えるのか、あのごめんなさい、えー、なぜ利子率が上がるのかというところですね。これ、ちょっと今一度確認させていただければと思いますけど、国民所得が増えますよね。ね国民所得が増えるということは、今度貨幣市場に話がするんですよ。45度線分析の枠組みだったら、こあのー、政府実を増やしてですね。国民総生産国民所得が増えた後、それで終わりなんですね。 i s l 連分析というのは財市場だけじゃないです貨幣市場も踏まえているんですですから所得が増えた場合総生産が増えた場合今度貨幣市場に影響が出てくるつまり何かというと貨幣の取引的動機に基づく貨幣需要ですね取引的動機に基づく貨幣需要が増加するということです所得総生産が増加したら取引の規模も拡大するから取引的動機に基づく貨幣需要も増加する貨幣需要が増加するんですよ 貨幣需要が増加するってことはお金が足りなくなるから利子率が上昇し始めるっていうことで、まあ、したがって、ね、所得が増えました、ね、所得が増えると貨幣需要が増加し貨幣,需要貨幣市場ではお金が足りなくなるから利子率が上昇し始める利子率が上昇し始めると一方で民間の投資が減り始めるんですねし、えー、いましてね。 所得が増えたんですけど利子率が上昇したことによって一部の民間の投資が締め出されちゃったもんだからつまりクラウディングアウトが発生して一部の民間の投資が締め出されちゃいますから国民所得は Y0 Y' からままで増えません民間の投資が減ったということで一部景気にですね景気を悪化させるそういった動きがあるんで国民所得は Y1 までしか増えませんってことなんですね。ですかね。 利子率の上昇が一部の民間の投資を締め出しちゃうというクラウディングアウトが発生するとそこをしっかりと抑えなければいけないとでクラウディングアウトが出てくると発生するということなんで最終的に国民所得は Y になるわけですね。ですから最終的に、ね、国民所得はね えー、これクラウディングアウト前はこれだけ国民所得が増えるというふうに考えてたんですよ。ねえー クラウディングアウト前はですね。国民所得はデルタ g だけ増えるっていうふうに考えてたんですけども、クラウディングアウト後はですね。国民所得はこれだけしか増えてませんからね、えー、デルタ g よりもね。デルタ g よりも国民所得の増加分、デルタ y は小さいということになるわけですね。クラウディングアウト前のですね。国民所得の増加分はデルタ g と同じ規模なんですよ。 でクラウディングアウトを加味しますとですね国民所得が一部減りますから民間の投資が締め出された分、えー、それをクラウディングアウトを踏まえ,てな踏まえたですね国民所得の増加分っていうのがこのデルタ倍だとするならばでこの国民所得こっちの方の国民所得クラウディングアウト後の国民所得の増加分の方が小さいわけですよね。えー、従いましてこれね。 デルタ Y とそれからデルタ T ですけれどもクラウディングアウト後のですね国民所得の増加分とそれからデルタ T 比べるとこのクラウディングアウト後のですね国民所得の増加分の方が小さいわけですよねいいですかね。 この国民所得の、ねえー、このこクラウディングアウトが発生する前のですね国民所得の増加分っていうのは Y'-Y0 です、ね、ここがデルタ,、えー、こうデルタクラウディングアウト発生前のデルタ倍ですね。これっていうのはデルタ G に等しいつまりデルタ T にも等しいということでここの Y'-Y0 っていうのはデルタ T だったんですね。デ、ね、デルルタタ T T ですでこのデルタ T よりも クラウディングアウト後の国民所得の増加分っていうのは、ね、小さいじゃないですか。デルタ T よりも、ね、この,デル,タ G の方がデルタ Y の方が小さいじゃないですか。デルタ T がこちらでこの長さですよ、ね、でクラウディングアウト後の国民所得の増加分っていうのはこの長さですよ。ね、つまりデルタ T よりもデルタあ Y の方が、ね、このこ国民所得の増加分の方が小さいわけですよね。 ですかね、ここをしっかりと押さえといていただければと思いますね。ですから、ねえー、最終的にはですね皆さん、ね、最終的には、ね、とりあえずここまでで一つの結論を出しますけど IS 曲線をシフトさせたことによってクラウディングアウトが発生するんで、えー、一部国民所得は減りますけども当初の国民所得 Y よりも、ね、Y ということで国民所得が増えてるということでこの政府支出を増やすというですね この政府支出を増やすという財政政策、これは効果としては有効であったってことですね。効果としては有効であると。効果としては有効なんだなっていうふうにまず押さえておいていただければと思います。だから国民総生産は増えてると 村瀬先生は国民総生産という言葉を使いますから国民総生産ってあえて私申し上げてますけど国民総生産は IS 曲線が右にシフトしたことによってクラウディングアウトは生じるんですけど増えてると国民総生産は増えるとねでここまでで私は合格点だと思ってますだけど村瀬先生が聞いてるのはもう一歩先で民間可処分所得は増えてますか減ってますかってことですね民間可処分所得は増えてるのか減ってんのかそこを村瀬先生は聞いてるということでで当初ですね えー、当初の可処分所得っていうのはね、y ゼロからね、y ゼロから当初の可処分所得っていうのは y ゼロからね,ねゼロ、あのー、政府支出を増やす前の、えー、国民総生産からね、政府支出を増やす前の、えー、税金を差し引いたものが ね、当初のですね処処分所得です、ね、民間過処分所所得得です、ね、ですすね民間この状態で今度、ね、何が起こったのかなっていうと政府支出を増やしたから、ね、政府支出を増やしたから、ねえー、国民所得が増えたんですけどもどれだけ増えましたかっていうと、えー、クラウディングアウトを考えなければここまで増えるんですけど結局利子率が上がってクラウディングアウトを考えますと国民所得はこれしか増えないわけですねこれしか。 ですから国民所得が、えー、増えますけど、ね、これだけしか増えないわけですよ。クラウディングアウト後の国民所得の増加分。 だけここれ増えているということうでだからこの当初の民間の可処分所得に財政政策をしたことによって国民所得がこれだけこれだけ増えますからこれだけ増えますから、ねえー、これだけの,こあの民間可処分所得になるわけなんですけどさらにですねさらに、ねえー、政府支出を増やして、ね、同額増税してるわけですから、ね、これだけの。 これだけの増税も、えー、税金の増加も発生しているわけですね。これだけ税金を民間のまあ民間の家計は払わなければいけないということで、ですからこれだけ税金払わなければいけないですよ。これだけ税金払わなければいけない。で、このデルタワとマイナスデルタティーの関係でいうと、これどうなのかというと。 このデルタ Y っていうのはクラウディングアウト後のあの国民所得の増加分ですねこの国民所得の増加分と増税額だったら増税額の方が大きいんですよつまりデルタ Y とデルタ T だったらデルタ T の方が大きいんですよね、デルタ Y よりもデルタ T の方が大きいね、デルタ Y よりもデルタ T の方が大きいんだったらね、差し引く T の方が Y より大きいんでここの四角の部分っていうのはマイナスになるわけですね マイナスになるんですよマイナスになるっていうことは当初の可処分所得よりも減っちゃうと当初の過処分所得よりも減っちゃうということで従って、えー、民間可、えー、処分所得の減少と民間可処分所得の減少というふうになりますよね。 民間可処分所得は、えー、当初と比べると減るという結論になるのかなとういうお話ですね。ですかね非常にだから難しいですよここがね。ですかね、えー、もう一度ちょっとふあの振り返っていきますとね。 IS 曲線右にシフトしました利子率が一定で考えるならば国民所得はねクラウディングアートを考える前の国民所得の増加分っていうのは政府実質を増やしたんですけど金庫予算ですから政府実質の増加分と、えー、租税の増加分というのは一致するということですよね。で えここまでですねそのだから45度線分析、まあ、つまり利子率一定の世界で考えてるんだったらここまで国民所得が増えるわけなんですけども今回、えー、貨幣市場まで踏まえて考えてるそれが i s l m 分析ですから利子率上昇するんですね国民所得が増加したことによって利子率上昇する利子率上昇するのを含めますと国民所得はこの Y1-Y0 つまりデルタ Y、ね、クラウディングアウト後の,のデルタ Y しか国民所得が増えてないってことですね。つまり ね、どう見てもどう見てもです、ね、このデルタ t の方が、ね、デルタ y 上回ってると、ね、デルタ t の方がデルタ y 上回ってますデ、ね、デルルタタ T の方がデルタ y を上回ってるんで従、まあ、って当初 y0 だった時の可処分所得が y0-t0 だと、ね、その時財政政策をしたことによって国民所得はデルタ y だけ増えてるんですけども一方で増税してますから。 増税してますから政府支出は、ね、税金の増加で賄ってますからその税金の増加分だけ可処分所得を考えますとさらに差し引かななけければいけないデルタ Y とデルタ T だったらどう見ても、ね、デルタ T の方がデルタ Y を上回ってるんでマイナスの部分の方がプラスの部分を上回ってるからここの四角の部分っていうのはマイナスなんですね。ですから当初の可処分所得をさらに減らしたものっていうのが え政府支出を増やした後の可処分所得ということで民間の可処分所得はね当初よりも減っちゃうってことですねだから国民総生産は増えてるんですけど税引き後のですね総生産ね民間可処分所得は減っちゃうっていうねそういった結論になるんだっていうことでまあそこのところが非常にまあ難しいところだったのかなというところでありますよね。よろしいですかね。 そこのところをしっかりと確認しておいて頂いければと思いますね。では、えーっとですね、ちょっと4ページ見て頂ければと思いますけど4ページで、えー、流動性の罠ですね。 流動性の罠の部分ですけども流動性の罠の状況の時ですね財政政策金融政策考えていただければと思いますけど流動性の罠の状況の時に金融政策をしたとしても LM 曲線が右上がりの部分だけ国民所得がシフトするということで金融政策無効ですね。一方で財政政策は効くと 財政政策は効くんだっていうことですねなぜならば水平部分です LM 曲線がその時 IS 曲線を右に動かす財政政策を行われば国民主導が増えてますから財政政策は効くというところですね押さえておいていただければと思いますねだから流動性のマナーの時っていうのは金融政策無効であるとだけど財政政策効きますよとそういったお話ですね一方で6ページですね 投資の利子弾力性がゼロということでありまして、投資の利子弾力性がゼロのときっていうのはあ、IS 曲線垂直になりますね。でこのときっていうのは LM 曲線を右に動かすような金融政策をしてもですね、国民所得が増えません。金融政策無効ですね。なぜ無効か？ね、利子率下がるんです。だけど投資の利子弾力性が無限大、あごめんなさい、投資の利子弾力性がゼロのときっていうのは、利子率下がっても。 民間の投資増えていきませんから、利子率せっかく下がってんのに民間の投資増えませんので国民所得が結局増えないということですね。でここで一つポイントなんですけども、まあ、ポイントというか、えー、差を分かってほしいんですね、えー。流動性のマナー、貨幣需要の利子弾力性が無限大のケース、ね、今回問われてますし、ちょっと次の時間皆さんに書いていただきますけど、貨幣需要の利子弾力性が無限大のケースと投資の利子弾力性がゼロのケースっていうのは同じく金融政策無効ですよ。 だけど筋道が違うんです。そこのところを押さえておいてほしいんです。流動性の罠の場合っていうのは利子率下限なんですよ。利子率はもうこれ以上下がらない。これが流動性の罠。ですから利子率下がらないからお金の量を増やしても利子率下がりません。つまり貨幣市場で利子率もうこれ以上下がりませんよってことですね。だからお金の量を増やしても貨幣市場でおかしなことになってるから利子率下がらない。利子率下がらないから財市場には何ら影響が出てこないと。 これが流動性のマナーのケースで。ですからおかしなことになっているのは貨幣市場なんです。お金の量を増やしても利子率下が下らないんですよ。これこういうことです。貨幣需要の利子弾力性が無限大のケースっていうのはお金の量を増やしたら普通お金余るじゃないですか。お金の量を増やしたら通常お金余りますよね。流動性の罠の状況っていうのは貨幣需要の利子弾力性が無限大なんでお金の量を増やしても需要が無限に出てくるんですよ。余んない。 お金の量を増やしてても需要が無限についてくるから余ん,ないです余んないから利子率下がらないということで貨幣需要の利子段の抑制が無限大というのは極めて貨幣市場がおかしなケースお金の量を増やしたら通常余りますよ、ね、余んないんですよ余んないと利子率下がらないなぜ利子率下がるんですか余るからなんですお金の量が増えて余るから利子率下がるんですよ、ね、お金の量を増やしても 貨幣中の利子弾力性が無限大のケース余んないんです余んないから利子率下がらないこれが利子率下限ってことですねですから貨幣市場でおかしなことになってる金融緩和政策しても利子率下がらないだから財市場には何の影響が出てこないだから財政あの金融政策無効ですよとこれが流動性の罠のケースで、えー、金融政策無効の意味ですねいいですか筋道ちゃんとね貨幣市場がおかしなことになってるじゃあ次です ね、IS 曲線が垂直投資の利子弾力性がゼロのケースっていうのは今度貨幣市場はちゃんと働いてるんですね、金融緩和政策をすることによってお金が余って貨幣市場でお金が余ってるから利子率下がってるんですよ見ていただければと思いますね金融緩和政策によってお金の量が貨幣市場で余るもんだから利子率が下がってるんですよ R スターから R1 にね、利子率下がってるんですよ、ね、利子率が下がってるんですけど 投資の利子弾力性がゼロのケースっていうのは利子率が下がってんだけど民間の投資が全然増えていかないから国民所得が増えませんということで金融政策向こうなんですですからこれは貨幣市場はきっちりと動いている財市場で変なことになってる通常財市場で利子率下がったら民間の投資増えますよ通常の状況では財市場利子率下がったら民間の投資増えますよ増えないんですよ。 財市場が、だからおかしなことになってる。利子率下がってんのに、民間の投資が増えないという。これが投資の利子弾力性がゼロで、財市場がちょっとおかしい。ちょっとどころがか,かなりおかしい。だから、ね、利子率下がってんのに。投資が増えない。民間の投資が増えない。だから、国民所得が増えないと。ね。だから、日本銀行、中央銀行は金融緩和によって利子率下げるというね。自分たちの仕事はね、ね、あの、ちゃんときっちりやった。 だけど財場が変な状況なんで金融政策効きませんでしたよとそういったお話ですね。だから流動性の穴のケースと投資の利子弾力性がゼロのケースというのはあのいずれにしても結論といたしましては金融政策無効なんですよだけど無効に至る筋道が違うとどっちがおかしなことになってるのかとこれ全然違うと、ね、その辺のところはしっかりとつかんでおくべきことだと思うんですよね。さらにここですねじゃあ何が効くのとというと 政府支出を増やす財政政策が効きます。投資の利子弾力性がゼロの時にね。政府支出を増やしますと、is 曲線右にシフトします。右にシフトして利子率は上昇しますけど、国民所得が増えてるとで、この時にしかも大切なのがクラウディングアウトが発生しないんです。なぜ発生しないのか、政府支出を増やしますよね。政府支出を増やしてねえー。上数効果が働いて国民所得が増えるわけなんですけども、利子率上がっちゃうんですよ。 国民所得が増えると貨幣市場でお金が足りなくなるから利子率上がっちゃいます利子率上がっちゃうと通常民間の投資って減るじゃないですかだから IS 曲線が垂直のケースっていうのは利子率が上が上っても民間の投資減らないんですよこれです5ページですけども利子率が1%の時でも民間の投資が1002%の時でも民間の投資が100 利子率が上がっても下がっても民間の投資が100ですよっていうのが投資の利子弾力性がゼロです利子率が下がっても民間の投資は不変利子率が上がっても民間の投資は変わらないこれが投資の利子弾力性がゼロということですから政府支出を増やして民あの政府支出を増やして、えー、所得が増えるもんだから お金が足りなくなって利子率が上がるんですけど利子率が上がっても民間の投資には何ら影響が出てきませんよこれが投資の利子弾力性がゼロなんで投資の利子弾力性がゼロだからこそ民間の投資が利子率上がったことによって締め出されないからクラウディングアウトという副作用が発生しないとだからクラウディングアウトが発生しないここがポイントになってくるということですねだから IS 曲線が垂直のケースもクラウディングアウトが発生しませんしこっちのケースね,ねこっちのケース 4ページですけども、えー、流動性の罠の時 IS 曲線右にシフトさせますよとこの時もやっぱり利子率上がりませんからクラウディングアートは発生しないんですねだから投資の利子弾力性がゼロ、ねえー、貨幣中の利子弾力性が無限大この時財政政策極めて有効になりますなぜかクラウディングアートが発生しないからと、ね、通常クラウディングアートっていうのは財政政策の副作用なんですよ 一部の民間の投資が利子率が上昇したことによって締め出されちゃう、これ副作用なんですよ、それが発生しないということで、えそこをしっかりと押さえておいていただければなということですね、クラウディングアートは発生しない、これ、バラ色の世界ですよと、ね、そこを押さえておいていただきたいかなと思いますね。えー、それではですね、えー、お時間の方がちょっと来てますんで、えー、一旦ここで休憩取らせていただきまして、ですね、えー、皆さんはその後答案練習会、えー、ということでありますので、頑張っていただければと思いますね。では休憩の方を取らせていただきます、えー どうもお疲れ様でした。